社会現象となった J リーグが、オワコン化した理由。主要都市派野球に取られてるから、周り見てないから自分も見なくなる悪循環やねん。野球を廃れさせないと無理や。せいぜい月4、5試合しかないのにダゾーン月額4000円近くとかアホかと。ダゾーンに魂を売ったのが悪い。しかも契約延長までして。ダゾーンが黒字か諦めて撤退したら真の地獄の始まりや。ダゾーン独占前8放局で地元クラブの J リーグ中継やってたけど今は見なくなった気がする。露出減ると新規派増えにくくなるんじゃないの。今年だけでも何十万枚もただ券ばらまいてるからな。でも国際大会派野球より盛り上がるよね。中堅が海外行きすぎ。三笘久保ならいいけども海外行くの20人までにしろー。